Hi guys, konnichiwa, watashi no namae wa Alexis desu, kishimu isu channel desu, and today I'm gonna watch the video Ken Shimura and Masashi Tashiro, Grandma Hitomi, Housekeeper. I hope it will be fun, subscribe to my channel, ikozo, let's go! I'm so excited, guys. Video with Grandma Hitomi always fun. あ、こちらこそよろしくお願いいたしますよ。私、家政婦になってまだ間がないもんで、至らないところが、たたたたあると思いますけども、そこんところご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。はいはいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。旦那様、何かご用事がありましたら、遠慮なしにお申し付けくださいませ。はいはいはい、わかりましたよ。 はい。おじいさんが死んでからもう8年になるだけども、私年金だけじゃやっていけねえちゅうことになりまして、それでここにお世話になるということになりましたので。あ、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 あ
ひとみさんとか言ったな。ひとみさんですけど、あのひとみと呼んでください。なんならひーちゃんなんてなこと。そんなのはいいんだよ。あの悪いけどな、ちょっと黙っててもらえないかな。ああそうですか。私あのお仕事してるから。あお仕事の最中じゃ邪魔しちゃいけねえで、はい、あの締め切り迫ってるから小説書かなきゃいけないんだな。少し黙っててくれたまえ。She distracting him. I know. He can't do this. He can't be quiet. 旦那様。なんだ。息はしていいですか。いいよ息は。死んでしまうだろう。すいません。ありがとうございます。助かりますそれ。私ね、あの息すると声がって出ちまうんですよ。年取るとなぜか変な癖が出てくるもんでね。この前も孫がおばあちゃんその、okay. ええって何なのっていうから、別に意味はねえだよ、ただええって声が出ちまうんだよなんて二人で大笑いしたですよ。あの、ひとみさんとか言ったな。ひーちゃんで分かったから、それは。あの、なんか仕事してないとあの退屈なんだろう。そりゃそうですね、何かしてないと。じゃあ、あの、用事を頼もうかな。どうぞ、何なりとお教えください。じゃあな、悪いんだが、お茶を入れてもらおうかな。あ、そりゃ悪いですね。だから、悪いって言ったの。お茶ですか。はい、旦那様、すぐお茶入れてまいりますから、はい、しばらくお待ちくださいませ。はい、okay. お茶ですね。はい。Oh, yes, she can make it. 困った。リンドウの花が咲きました。 She came back pretty fast. 庭先に。旦那様どちらですか。ここだよここ。ああそちらね。どこまで行くんだ君は。年取ると目が悪くなっちまって、どうすることもできやしねえで、お茶を待ち。All his papers destroyed. 本当に心から申し訳ございません。今すぐお茶入れ替えてまいりますから、申し訳ございません。なんてことをするんだもう。たくもう台無しだよ。This helped not good. ああ、これもう全部ダメだ。More tea? こらこらこら、ここまで行く。
くんだ。旦那さん、そちらで旦那さん。ここはセットがないんだから。今ただいま。たく。どうもお待ちどうさま。おお、again。持ったままお辞儀するやつがあるか。申し訳ございません。申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。おい、お茶はいらないから。すいません。じっとと、okay. じっとしていてくれないか。どうもんちいますから。不機嫌あったらこう来ますから、すいません。見てくれよ。申し訳ございませんね。至らないことばっかりやってまして。違うよ。ここだよ、これ。場所が全然違うよ。I guess she completely blind, like...ここだよ、ここだよ。絞るんならいいから、もうその吹かなくてもいいから、じっとしていてくれよ。だから黙っててくれよな。私小説書いてんだから、はい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 、小説ってイメージの世界なんだよ。はいはいはい、すいません。頼むから。もう静かにしてます。もう静かにしてます。She can be quiet. No way. Iwasaki ni. Iwasaki ni. Saki midare. Saki mi. Saki mi. What's she doing? What's she doing? Tabe tai no ga?いいや、そんなことはねえだけど。Oh, she's hungry. Okay. ただうちの孫がそれすごい好きなもんでね。だったら食べていいよ、持ってっていいよ。持って帰ってよろしゅうございますか。ありがとうございます、助かります。この孫が喜ぶで。Where is my Hitomi always hungry? 一個食べていいですか。ああ、食べていいよ。先乱れたには先に立ち。白あんだ。I've never tried food like this. So bad.昼寝するから、私は。まあ、布団を引いてくれ、布団を。布団ですか、okay. しばらくお待ちください。すみません。お昼寝ですか。He won't get a nap. 布団を取ってしまった。お昼寝ですか。旦那様、あ、旦那様のお仕事はどのようなお仕事でございます。小説家だって言っただろう。あ、小説家でございますか。小説ってのは何する人ですか。物書きだよ、物書き。あ、物書くですか。それは大変なお仕事でございますね。さぞかし神経使うでございましょうね。特に今の私はボロボロだ。私は小学校しか出てないから字が読めないから、どうしてもね、何かっていうと字が読めないので終わっちまう。さぞかしお疲れでございましょうね、そりゃね。早速今すぐ帰宅しますから。OK. It's so weird. 旦那様、用意ができました。 What's going on here? わー、旦那様、Okay, guys, I didn't expect to see that. Like, at the end, what happened with Grandma Hitomi? Is she like young guys? Can you explain me, guys? Maybe I missed something. I'm sorry for that. In whole videos about Grandma Hitomi, her behavior the same. She always doing something wrong and she always hungry. But the end in this video was a little bit different. It was so funny. I hope you guys enjoyed it with me. Subscribe to my channel and see you next video, guys. Bye.